皆さんこんにちは、黒猫のミヤです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の国語の漢字の解説動画になります。漢字の読み取りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の読み取りその3。第1問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは定価です。第2問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは借用です。第3問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは働きです。第4問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは仲間です。第5問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは実労です。第6問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは低めるです。第7問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは借金です。第8問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えはマカです。第9問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは健全です。第10問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは働かです。第11問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは側面です。第12問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは低木です。第13問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは健康です。第14問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは左側です。第15問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは借りるです。第16問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは側です。第17問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは仲良しです。第18問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは働くです。第19問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは低空です。第20問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは健やかです。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。